ですか。いや、はい、はい、こんにちは。参りましたですね。こんばんは。こんばんはです。はい。今私たちはどこにいるかと言いますと、すごい、いきなりリーダー、ま、センター取ってます、平川さん、はい、何の感じで言いながらセンター取り、今ちょっとリハーサルしたんで忘れないですが、先に言わんと酔っ払って忘れてしまうから、ね、まあ、今どこにいるかと言いますと、あのタイムテリアといってですね、もうこんな美味しいヤムチャの店は世界中探してもないというくらい、もう本当にあのこれはお世辞抜きにですね、最高のヤムチャのお店に来てまして、場所はどこかと言いますとJR じゃない山陰線の円町と花園の、丸太町通りをちょっと、下がった、住宅地にあって、なかなか1階ではたどり着けない、ちょっと難しいところなんですけどね、電話すれば親切にオーナーが教えてくださる。いや、しかしオーナーかっこいいですよね。はい、オーナーです。どうも、奥さんでございます。奥様でございます。綺麗な、さっき金子さん、タカコマイラブって歌ってましたけど、ちょっと歌タカコマイラブ、そうやってご主人様がプロポーズされたという。いや、もうもう超満足。あの今回ね、あのツアーの終わりの歌には今今頃ですか。あれじゃあ、あのこちらね、ツアーが終わってね、あの打ち上げを、ね、美味しくてもツアーが終わって疲れてね、毎日1日2回ライブこなして、高知から野越え、山越え、あの海越えて11時間かけて、はい、さん、せっかくね、こうチャーハンが来てるわけですね。チャーハン、これがですね、これをですね、お客様が言ってます、こんなうまいチャーハンこの世にないと、はいはい、早速ですが平川さんにですね、ちょっとご試食を、はい、あの私たちのね、金子さんと一緒にグルメ番組何度もやってるんで、これから平川さんテストです。はい、グルメレポーターで、要するにやっていけるかどうかというですね、これからおとぎと一緒にですね、あのグルメ的なツアーを、グルメツアー、まずこれちょっと一言一口食べていただいての、いや、なんか緊張します。いや緊張しなくていいですよ。緊張したら迷惑です。緊張迷惑みたいな。あのもう一回聞かないと。あのビールちょっと笑いかせないでください。本当に、はい、いやいや分うますぎる。本当にすごいわ。本当に油、あのお客様がおっしゃったように油っぽくなって、なるほどね、パラパラしてて、パラパラしてて、一味愛情がこもってますご主人の。ご主人はね、料理の天才ですね。マジでこんな美味しいとこ行ったことないね。うん、もちろんです。福岡にも京都にも、あの他ドイツにもない。なるほどね。うん、だからよしこさんに今日はね、そうですね。はい、この天才マスターもう一回映して、天才マスター、マスター、天才マスター、音楽もかなりお好きで、幕末詳しいですね。幕末詳しいですよ。先ほど高杉晋作に食らいついてきた。ものすごい反応しました。反応しました。これもしかして高菜入ってますか。高菜ですね。すごい、九州の高菜、感激、高菜が入って卵と、ということは金子さんが NG ですね。いや、そんなことない。京都は京都の味がある。じゃあ金子さん、金子さん、今日のね、ちょっと特別メニュー、金子さん、あのじゃあそこまで言うんだったら、ちょっと待ってマジですか、先生。それ僕にとって大変な世界ですよ。だって京都には京都の味があると。京都の高菜ですから、九州の高菜なんですから。はい、どうぞ。はい、それではまず、じゃあちょっと待ってください。グルメレポーターとしてもですね、高菜が入ってるんですね。高菜というのは漬物っていう、いや漬物じゃないですよ、うん、だけどステーキですよ。ステーキ、高菜っていうステーキです、日本の。ステーキ、はい、素敵な、うん、だからそんな言葉には全然惑わされませんけど僕実は高菜ダメなんですけど、こちらは高菜が入ってる、はい、そこにあの食いつかなくていいですよ。でもその早く食いついてください。あの本体に、これは、これはいつもの、うまい。いや、それがあの、ちょっと待って、今日の本日のメニュー、ちょっと眼鏡かけてみますけど、もう素晴らしいお味でした。今日食べたのは焼き餃子を、あの甘味噌だれ、甘辛味噌だれ、
すごかった。こんな美味しい餃子本当に生まれて初めて食べました。それとあの、すいません、ちょっと僕もちょっと活かしてもらうと、ホタテの蟹味噌あん、はい、すごかった。この味がまた、はいはい、イカのネギ、ね、油かけ、ちょっとすいません、これ、はいはい、いやちょっと恥ずかしい、はい、はい、じゃあすいません、じゃあ、じゃあせんべい食いでお願いいたします。あのプロの、いや、プロポーター、いや、まあ、プロっていうか、はい、はい、これでございますね。いや、しかしあれですね、見るからにですね、これはあのまず米粒が立ってるでしょ。そうそう、すごい。ここがですね、これはもう技術ですね、一流の国産の証拠ですね。もう要するにこれはもう最初からうまいぞと、言ってるようなもんでございますから、このしかも黄金に輝くですね、このチャーハンのこの色つやというのがですね、あの要するに食欲をそそらせるわけでございますね。もう食べる前からもうおーみたいな、はい、早速いかしていただきます、ね、いやもう見てくださいよ、このね粒が揃ったこの、さすがプロや、うまいわ、いかしていただきます、うん、もうこれは濃厚ですね、さすが、もうこの高菜がですね、僕はさっき金子さんにこれ日本のステーキですって言いましたけど、ステーキに口の中で日本の輪が広がってますね。そう、うまいことした、はい、そう、私もそう思った、うん、うん、なんかしつこくないです、京都の味が、うん、うん、うまいですね。もうファンの方が、僕はな、うん、もう何十年前からこれを来るたんびに食べてますと。はい、以上です。ここ、はい、どれも美味しかったですね。もう本当におすすめです。はいはい、あの京都に来たなら、あのやめちゃんのお店タイムテリアでお会いいたしましょう。場所をもう一回、はい、あの住所をちょっと言っていただけますでしょうか。はい、はい、京都市右京区うずまさ安井春日町です。うずまさですね。そうです。はい、お待ちしております。うずまさの近くでございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。美味しい、最高です。はい、ありがとうございました。素晴らしい。はい、ありがとうございました。中子さんも最高。